ベイド。え？無人のタイファイター？よし、もう少しだ。よし、じゃあスターデータに追い立つぞ。よし、潜入したぞ。おう。あ、どうした？見つかったか。仕方ない。これかな？アクセスコード、マイチャンネル。このメッセージを開けたということは、エシン君、君なんだね。パパ。今から言うことをよく聞いてほしい。パパはダークサイドに落ちそうだ。だがその前に、今起こっていることをすべてエシン君に伝えておこうと思う。すべての悪の根源は、ダースマイチャンネルではない。マイパティーンだ。え？マイパティーンだって？マイパティーンはエイシン君のことをダークサイドに落とそうとしている。そのためにマイパティーンはダークサイドにパパを落としたんだ。全てはエイシン君を誘うためだ。いいか、絶対にダークサイドに落ちてはいけないぞ。マイパティーンはエイシン君をダークサイドに落とすためにパパのクローンを大量に作っている。だが本物のパパはエイシン君のことを絶対に攻撃したりはしない。ダメだ、エイシン君。そろそろ、お別れの、そろそろ、ダークサイド、パパ！そろそろ、なんてことだ！ダースマイチャンネルは、一人じゃない。ダースマイチャンネルは、まだいる？私はダースマイチャンネル、ブルー。ダースマイチャンネル、ブルー？だったらこうだ。わしの予見通りだ。そうだ、そうやってもっと怒りを燃やせ。激しい戦いだった。ん？なんだ？まさかそこにいるの？エイシン君なのか？その声は